ちゃん。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。今年の。はい。しました。目は覚めていますか。はい。はい、もうギンギンですね。今年、はい、2023年に FA 権を行使する可能性のある選手。はい。それを予想していきます。そうだね、はい、まあいろいろこう激しく動きそうだけど、うん、山川は、はい、まあ動くかなっていうような、まあ想像がつくんだよね。去年の、まあ、交流報道みたいなのがあったよね。まあそれから時間経つから、はい、そうは分からないけども、はい、濃厚なような、そ, ねまあ、そんな感じもするけどもね、はい、ただ今年のなんかチームってすごくいいチームになってるんだよね。西武がそうです、ね、そうそうそう、だから山川がこのチームでやりたいと思えば心は動くかも分かんないけどもね、はい、まあまあ可能性はあるよね、動く可能性はね。そうですね、まあ、山川選手も含め結構セパともに FA 権取得する選手多いんですけれども、はいはい、その中からじゃあ豊さんが動きそうだなとか注目している選手っていうのを何名か挙げていただきました。うん、あの若月、まずは、はい、オリックスの若月選手、キャッチャー。あー、オリックスやっぱ森が入って出番がこう減ってくると思うんだよね、これからも、はい、そうなってくるとやっぱ出たいよね、はい、ただ出たから自分がレギュラーだっていう風にこう差し込んでくれる球団がなかなかないんだよね。若月選手をキャッチャーとして欲しいというチームじゃないですか。いや、あるよ、はい、まあ、例えば、まあ、扱いとしたら出たり出なかったりとか2番手でいいかとか、そういうのはあるにしても、まあでも DeNA なんかはちょっと戸柱とか伊藤光が FA 取ってるんだよね、はい、だからキャッチャー2人いなくなったらさ、はい、仮によ誰かやっぱ取ってこなきゃいけないもんね。そうです、そうなると若月お願いしますみたいな、君はレギュラーでみたいな、十分ありえますよね。あるね、まず DeNA で、はい、DeNA はやっぱ強いチームだし、うん、こう魅力は感じてくれる可能性はあるよね、はい、この辺 の, その誰が動いて誰が動かない、まあ、例えばこう森が来るから伏見が出てったとか、はい、これ森が来なかったら多分伏見は残ってた可能性もあるしね、はい、だからそういう誰が動くかによって大きく変わるよね。やっぱ今回も注視して選手とか球団は動きを見ていくっていうなりそうですね、うん、まあ、選手がこう見ていくよね。ですよね、うん、ただやっぱ若月選手、そうですね、森選手がいることで出番少ないんだったら可能性はあるよね。でそこで DeNA が交渉に入ってくる可能性も、可能性もあるし、巨人も可能性はなくはないよね、はい、その巨人は大城選手に次ぐ第二の捕手としてっていうところですか。まあそうだね、それか半分半分とか、まあそういうことになると思う。キャッチャーいらないのはヤクルトだけだよ、はい、そうです、余ってますね。余って優秀なんだよまた、はい、で広島もいらないから、そうですね、候補はいっぱいいるんだよ。そうですね、いらない、うん、いらない。阪神も欲しいかな、梅ちゃん休ませるときに、そのいわゆる坂本選手、まあ、坂本もいるけどね、はい、坂本もいるけど、はい、もっともっとこう打てる人、うん、はい、だから若月なんかバッティングなんかもすごく成長してるしね、はい、だからハマるかなっていうような感じもするんだよね。阪神、中日はどうなんでしょう。まあ中日も欲しいよね、うん、もう木下一択っていうような感じになっちゃってるから、はい、うん、だからそれはもちろん欲しい。お、うん、あとはどうですか、キャッチャー欲しいなっていうところは。 DeNA は松尾を育てたいんだよね、うん、でも育つ前にこう出ていかれるとさ、はい、これはまた困ったことになるんだよね。確かに、だからその欲しい、うん、楽天も欲しい、楽天も欲しい、ロッテはいらない、日本ハムもだいたい100試合ぐらいちゃんと被れるキャッチャーを欲しがってるよね、多分。その伏見選手いますけど、もう意味いるけども、宇佐美を使ったり清水を使ったり、俺なんか清水を使えばいいのになとは思う節はあるんだけどね、はい、この前も挨拶聞くそれが入ってるんじゃないですか。いやいや、その市場が YouTube で僕の名前出してくれてありがとうございますとか言って、可愛いですね。いや、京都の後輩だからさ、はい、ね、頑張れよ清水そうですね、そうそうそうですね、まあ、でもまあ日本ハムも可能性はゼロでは、まあ、あるよね、はい、そしたら清水が出れなくなっちゃう。確かにそうなっちゃいます。楽天も欲しいですか。楽天も、うん、あそこいらないか、安田がいるわ、安田選手がいるんですよ。そうなんですよね、うん、考えるといいのかな、どうなんだろう、まあそうだね、うん、ってなってくると DeNA、はい、非常に巨人、阪神、中日、まあ、日本ハムあたりが、まあそうだな、うん、それが可能性はあるかなと思うけど。そうですね、まず若月選手、はい、で次西武、さっき話してました山川選手は、まあ、去年のこともあってソフトバンクに行くのかなっていうところですかね、はい、あとは金額がいくらでっていうのも気になりますね。大きいよな、はい、これで折り合いつかないかな。近藤さんにあれだけ出したのなんで僕これなんですかでも山川選手が行くとなるとソフトバンクレギュラーをまた誰かが外れるってことですよね。そうだな、うん、
サード、いやいやファーストでしょ。あそっか、サードはそうですね。それかまあ DH で使うかもわかんないね。あ DH があるか、うん、そうか。次楽天の伊藤さん、松井裕樹投手、はい、まあ、もう取得済みで、さらに海外の FA 取得予定今年、はい、というダブルで来るんですけれども、だからまあそこまで待ったということは移籍しないで、はい、海外狙ってる可能性がある、うん、これ十分ありえますか。どうなんだろうね、うん、WBC ではちょっと本調子ではなかった、まあ、確かに持ってるボール、日本で投げてる姿、まあ、通用しないことはないとは思うけど、ボールが違ったりだとかさ、いろいろすると心配になっちゃうよね。そうですよね、うん、大丈夫かなって心配だな、まあ、本人は海外に行きたいっていうのもあるかもしれないんですけれども、はいはい、でもしこれ B ランクになってるんですけれども、うん、今松井裕樹投手がじゃあ手を挙げたとなると、はい、ジャイアンツが欲しいよね、巨人、うんうん、ただ巨人大勢投手いやいや、だから抑えで使うんじゃなくて、あじゃなくてダブルストッパーでもいいよね。ローテーションってことですね、つまり。ああはい、どっかがいいかな。他どうですか。中日大野が手術したでしょ、はいはい、そういう意味では左が一番欲しいかなって思うよね。それは先発点、いや先発は多分もうしないと思うんだけど、うん、でも中にいてくれると心強いよね。中継ぎっていうところでですね、そう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 、だからそれで了承するかどうかだよね、松井がね、はい、あとどうですか後ろ、あ日本ハム日本ハム、はい、いや日本ハムは根こそぎ欲しいよ。そうですよねと思ってるはずだよ、うん、だからそれはやっぱ災害現状ね、はい、まだいない状態であれば松井なんか適任だよね、やってくれみたいな。そうですよね、全部君に任せるみたいな。で東北から北海道は距離は、まあ、そいやそんな距離関係ないと思うやっぱあそこ津軽海峡渡るから一回そうですね、そうそうそう渡りますけども、でもそうですね、ハムは本当に欲しいのかなっていう気もしますね。この辺りですかね、まあ、そんな辺りでいいと思う、うん、ソフトバンクはいらないと思うけどね、うんうん、確かに。ってなるとやっぱ巨人はダブルストッパーとして欲しい、うん、中日は中継ぎ中に入ってくれると嬉しい、日本ハムは欲しい、まあでもオリックスも欲しいと思う、はい、宇田川、山崎総一郎、ね、ワゲスパック、はい、平野、うん、全部右なんだよね、はい、まあ、比嘉もそうでしょ、左がそこに入るとやっぱ大きいけどね。そうですね、うん、あと例えば平野投手の年齢的なことも考えてっていうところもありますもんね。じゃあオリックスも B ランクなのでまたね障害者変わってくるからな、はい、来ます、はい、うん、さあそして宇田川さん、唐島投手、まあ、B ランク、同じ B ランクマークしてますけれども、はいはい、やっぱり左の先発できるピッチャーで、はい、これからねこういうピッチャーが貴重になってくるから。それなぜかというと速いボール主体の今の現状、はい、プロ野球の世界じゃない。金島って南東派でこう曲げてきたら落としてきたりだとか、こういうピッチャーがタイミング合わなくなってくるから、バッターのいわゆる技巧派、あ技巧派、はい、うん、だからこれは貴重な戦力になってくるはずなんだよ、はい、読みとすると。しかも手を上げそう、まあ、そうだね、上げそうな感じはするけどな。となるとどこのチームがこういったタイプ、それはもうセ・リーグはどこでも欲しいと思うよ、うん、先発できるピッチャーはね、うん、パ・リーグもまあ大体そうだよね。ただドラフトで誰を考えてどうしていくのか、うん、そういうことによって左はいらないなって、この子が入ってくるからこの子にチャンスを与えるためにとか、まあいろいろあるからね、はい、ジャイアンツだよね、うん、先発の頭数っていうことを考えると。そうですね、で貴重な左、そうだね、はい、あとまあヤクルトだと欲しい、うん、まあそんなに政策まだしなくていいんじゃない。まあいいですか、まだそこは、まあ、夏過ぎからこう黒板に書きながらこうやってやるから今日はもうさらっと言ってみなさい。続いて日本ハムの加藤投手、はい、あのもう先日ね FA 検証しました。これはもう誰でも欲しい。そうですね、先日の動画見ていただければ。これはやっぱ見てるとやっぱコントロールがいいしさ、はい、それとその初球から打ってこられるっていうけど、うまくあのカーブでタイミングを外すよね、うん、はい、打てないように。だからまあここら辺はもうどこでも欲しいと思う。そうですね、やっぱり安定してるもん、ゲームを作れるから、うん、壊さないから、うん、だからそれだったらもうちょっと打ってくれればなんとかなるから、うん、そうですよね、うん、どこのチームも欲しいなと思う投手、はい、まあ、日本ハムの今やエースですもんね、うん、さあ続いてセリーグなんですけれども、はい、ヤクルトの田口投手、田口ね、どうなんですか、出そうですか。田口はなんかヤクルトが好きそうだしね、うん、あのヤクルトのチームカラーに合ってますよね。合ってるな、うん、ただ、まあ、出身が広島でしょ。そうなんですね、うん、あっちの方に本人が帰りたいってなるとソフトバンクもあるしカープもあるしね、うん、だからそうなる可能性はあるけど、あただ、まあ、ソフトバンクは取りに行くかどうかっていうところも。そうだね、うん、ソフトバンクは加山次第じゃない、加山、あなるほど、加山も取ってるはずなんだ、
ソフトバンクで、はい、そうですね、これが動くとやっぱり左の誰かが欲しいってなるよね。あ、そうなった時に取りに行く可能性もすごい兼ね合いありますもん、うん、そうだね。湯田さん、でも田口投手手挙げる可能性ってどうですか？何パーセントぐらいの確率で挙げる？何パーセントの金次第だよ。そりゃそうでしょ。提示額次第ですね。ヤクルト、ヤクルト好きだって。そりゃ同金額だったら動かない、うん、倍出すって言ったら動く。それは倍はそうですよね。そうですよ、いきます。1億から2億になる。2億いく、取るでしょ、はい、それですね。そうでしょ、はい、さあ横浜、はい、さっき話も出ましたけれども、まあ、戸柱投手も取得予定、はいはい、さらに石田投手、今永投手、まあ、今永なんかメジャーに行きそうな感じがするけどな、うん、そういえば WBC 経験、まあまあそうだね、うん、ただ本人が WBC 行ってアメリカで投げてみて、あのボールだとかそういうものを考えた時に日本でやった方がいいのかなっていうふうに思ったか思わないか、まあ、これは分からないけどもさ。そうですね、でもまあ挑戦したいと思ってるだろうな。菊池雄星も向こう行って苦しんでる時期もあったし ね、 ありましたね。だからその苦しみよりはやっぱり日本でバンバンキャリアを積んだ方がいいって思うと、うん、まあ、行かないだろうしね。ただ海外の FA 権は取得はできないので。海外はまだ無理か、ま、そうなんです。じゃあ行使しないで置いとくかも分からない。そうですね、うん、ってなると DeNA にこのまま残る可能性の方が高くなりますよね。まあそうだな、はい、石田投手、まあ残るような気がするけどな。でも、こう全部残してたら金かかんぞ DeNA。いやそうですね、なあ、はい、かかります。まあ、石田も今年良さそうだしさ、はい、そうなんです。だからこれが10勝でもしたらいくら払わなきゃ残ってくれないのかとかさ、うん、まあ野手で言えば結構20億ぐらいで、まあ、6年契約だけど、はい、宮崎選手、あと山崎、矢崎投手ですね、はい、もう大型契約してるよね、はい、全部大型契約だと大変だと確かにお金が、お金はあるけどね、まあ、そうですね、お金はあるんだろうけども、まあでも石田も残しそうな気がするけどね。残りそうな感じですかね、うん、この2投手、うん、でさっき話に出てたキャッチャー戸柱選手と伊藤光選手、もう脅しだよね。脅し、2人とも出ますよ、あ、2人でタグ組んでこうやって肩組んでいや2人でも出ますよって言ったら、お金をね、ちょっと待ってくれみたいな、うん、いやそうなりますよ。だってこれ2人いなくなったらゲームなんなくなるぞお前。そうですよ、そうなってくる。山本しかいなくなるもん山本松尾みたいな、はい、みたいな、育てるという、うん、育て、いや育てる場合じゃないよみたいなそしたら若月選手を取りに行くってことになっちゃいますよね。まあ可能性、いやそこはいいですみたいな、若月に振られたらこうやってタグ組んでて大変ですよ、もうお金出す3億円でみたいなわお2人で2人合わせて6億円みたいな。わあ、でも交渉だからいいんですよね、それでも。まあいいけど、そんなことはしないと思うけどね。でもどうですか、残りそうですか。残すために努力すると思うよ、うん、DeNA がね。そうですよね、うん、その金額面によって、まあ、残るかな。そうだ、はい、さあそして巨人豊さんチェックしてないんですね。まあそうですよね。なんでチェックした方がいい。いや取得済みの選手バーって言うんですけど、まあ出そうにないので。全くないでしょ、全くないです。そうでしょ、はい、ちょっと名前だけ挙げると、菅野投手、鍵谷投手、小林選手、坂本選手、松田選手、長野選手、丸選手、全く出る気配ないですねこれは、はい、また手挙げても取らないよ取らない。まあでも菅野ぐらいだったら取るかもわからないけど、まあでも故障あるからな、はい、だから怖いよね取ってもね。なんか菅野投手はもう一生巨人、まあそうだなですよね、きっと。で、広島相澤選手、はい、取得済みということで、はい、キャッチャーですね、はいはい、まあ相澤可能性はあるよ、はい、だって坂倉のあれで出番が激減してるから、はい、可能性はなくはないよね。そうですね、まあ、巨人なんか欲しいんじゃない。巨人、うん、2番手のキャッチャーとしてということですね。まあ2番手っていうか相澤もバッティングいいからさ、うん、レギュラー取って変わるかもから、まあ、でもある程度の年齢になったからね、はい、まあ、そんなにフルにはいかないけども、はい、相澤なんていうのは巨人はずっと欲しいと思ってた選手の一人だからさ、はい、だから可能性はなくはないよね。で B ランクなので故障も変わってくるので巨人が行きそう、はい、あと DeNA ももしね、その戸柱選手とか伊藤光選手のことがあれば相澤選手どうですか。いりますよ。いりますか、はい、ただね、相澤は新井とどういう関係性なのかなっていうのが、あ、監督とね、はい、そういう人間関係も含めて、うん、お金が一緒だったらやっぱこの監督の下でやりたいとか、うん、いろいろあるだろうから、うん、巨人は厳しいかもからんな、うん、どこも誰も、うん、あえて巨人を避けるっていう選手もいるもんな。いますもんね、うん、やっぱ規則が厳しいとかさ、マークされやすいとか、その習慣しない、頭を剃らなきゃいけないとか間違いが、ヒゲかヒゲですまあでも髪型とかもね、いろいろあるので、まあでもね、相澤選手が、まあ、でも相澤もいいキャッチャーだしな、うん、まだまだ吹け込むあれでもないし、うん、手を挙げたらどっか取ると思う、うん、
いやありますね十分に。さあそして中日、はい、大野雄大投手に豊さんチェックしてるんですけど、はい、これはどういうチェックの意味ですか。残るっていう意味ですか。いや手術はしても、はい、大野の力を評価するチームだったら、はい、まあうちで少しの間リハビリしていいからみたいな、うんうんうん、その後力になってくれて取りに来る可能性はあるっていう。そのクリーニング、うん、なのでそんな大掛かりなものではないと考えてていいですか。まあまあそうだね、うん、クリーニング手術ってどうなんだろうね。シーズン中にそうですねやるんだっていうびっくりしましたけど、もう手術も終わってますみたいな。そうですね、サラですみたいな。どうですか。そんなこと言ったら取りに来るところはあるよ。多いですよね。これは多いと思いますよ、うん、で開幕投手が噂になったでしょ今年、はい、そういうことも含めて自分のモチベーションを上げるために他行くかもな。そうですね、まあ、大野雄大投手は A ランクなのでいろいろ保証だったりとか、まあまあはい、出てくると思うんですけど、まあ、大野雄大投手が手を挙げれば、まあ、これいろんな球団来ますね。来ると思う。左の欲しいところ、はい、そして高橋周平選手どうですか、まあ、なんか寂しそうなんだよね顔の表情を見ても、うん、阿部が抜けたりだとかさ、兄弟がいなくなるから、はい、内野で俺しかいないよみたいな。あとビシエドがいるだけだったから。ビシエドもいない、ね、そうです。俺はここにいていいのかみたいな。そうですね、まあ、若手が今出てきてるっていう。そうだね、まあ、石川が出てきて、まあ、チャンスもなくなってきてるし、はい、だからソフトバンクなんかサードの守備のいいやつ今栗原がやってるけど、はい、栗原の守備がちょっとおぼつかないんだよね。あ、内野のサードっていうところで、うん、ちょっとやっぱこう慣れというかさ、うん、まあ、そういうところでちょっと苦しんでる部分も守備に関しては俺はそういう風に見てるんだよ、はい、守備で苦しいっていうことは精神的な負担を抱えるとバッティングの方にも影響がしてくるなっていう風に思ってるから、はい、周平なんか取ってサードを守らすとうまいからね、あの子は、はい、だからまあピタッとハマるかなって。ソフトバンクが声かける可能性もある。三塁手な、三塁手の守備としてっていうこと、まあ、バッティングも使えるよもちろん、はい、うん、だけどそうかなって思う、うん、あとはサードで高橋周平選手欲しいっていうところって日本ハム日本ハム、まあでも野村がいるからな、清宮とかな、はい、まあまあいらないっちゃいらないな、うん、楽天も左はいらないよな。そうですね、ロッテは安田がいるしな、はい、で胸がいるからいらない。パリーグはソフトバンクだな、はい、セリーグ、まあ、セリーグは岡本がいて村上がいて宮崎がいてているか、いらないんですよ。サード埋まってるんですよね。埋まってるんだよ。サトテルがいて、あ、でもどうなんですか、サトテル選手やっぱ調子のそのいかんによっては、まあまあまあそりゃそうだけど、うん、それでもやっぱ阪神としたら育てなきゃいかんでしょ。あとまあ鍋梁選手もいますしね阪神、まあ、あれはセカンドとかねできるし。そっかそっか、うん、広島カープ、うん、まあそうだけど外国人もいいしな。ってなるとすごく狭きもんになってきます、ね、まあ狭きもんだけどもやっぱ高橋周平っていうのは A ランクじゃないでしょ。いいです、はい、うん、だからまあ取っといてもいいかなと思う可能性もあるよね。そうですね、うん、もしかするとちょっと自分の出番を考えて手を挙げる可能性も高いというところで、ね、はい、まあちょっと今回駆け足でまあね、あのボードでやるのはもっと迫ってから多分当たり前だよ。なんか詳しくやってるからわ、俺の頭の中でぐしゃ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 になってくる。そうですよね。でも書いてこうやって、まあ、あのご覧の方は去年ね、昨年のホワイトボードでこう線を引いていったやり方があるんだけど、はい、それはもうちょっと先でやる。そうですね、あれ7月入ってからでもいいですもんね。ということで、まあね、まあ、ざっとね、はい、ざっと、まあ、ただクローズアップしてくる選手ももっと明確に出てくるだろうしね、うん、あ、そうですね、うん、で噂が聞こえてきたりだとかこいつは出るぞみたいな、よし任せとけ、小耳に挟んだ情報もありますからね。 そういうのも含めてまた後半になってきたらホワイトボードを使って詳しくやっていきましょう。はい、はい。